11人目みんなでわちゃわちゃ楽しくラジオ、この方です。じゃあ行きましょうか。いい、はい、みんな、はい、これ一つにした、一つにした、一つにしたね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ロレツマンネやばいやばいでは自己紹介いってきましょう。左から、はい、左僕からどんどんね、左からネイさん、モアさん、イクラさん、ラムさん、ズカイさん行って、最後あれ、ゆうくんで終わるって感じでいきましょうね、順番。オッケーですか、皆さん。はい、了解。はい、了解。素晴らしいですね。素晴らしいですね。じゃあ、行きまーす、はい。どうも、こんにちは、ビビです。今日は、よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。お願いしまーす。どんどん行きましょう。今、ご紹介させていただきましたのは、ビビさんです。紹介した動画は、こちら私も参加させてもらったんですけども、ビビさん主催の、ポッチャラジオです。そんなビビさんの特徴はこちら。参加型配信やってみんなで盛り上がってるよということ。いろんなジャンルのゲームで遊んでます。配信と動画投稿を並行で行っているよといったところです。ビビさんのポッチャラジオに参加した時はね、企画力がすごいなっていう風に思ったんですよ。いつものラジオみたいな感じでね、参加してたんですけども、実際の内容がすごい企画力があって、で私自身もすごい楽しめたんですね。こうね、周りを楽しませようとしてくれるビビさんの配慮が素晴らしくて、すごく楽しかったラジオですのでね、皆さんもぜひ遊びに行ってみてください。そんなビビさんのチャンネル、みんなよろしくね。それじゃあ12人目行ってみようか。12人目、天然だけどもそこがまた面白い、この人です。はい、どうもゆうです。今回は噴水を作っていこうかなと思います。でね、これちょっと見てもらえればわかるかなと思うんだけど、拠点ここにあって、両サイドにあれとあれがあるんだけど、ここの真ん中さ、今何もないからちょっと寂しいなと思って、まあここにもともと噴水は作りたいなと思ってたから、先にここに噴水を作って、ちょっと見晴らしというか見栄えを良くしたいなと思います。はい、ということでついに噴水が完成しました。いやー大変だった、本当に。どんな風に作ろうかなってすっごい考えたけど、全く思って思いつかないだから本当に作りながら削って修正してとか、その繰り返しでやっとできました。ってことで早速披露したいと思います。3、2、1。はい、今ご紹介させていただきましたのはゆうさんです。紹介した動画はマインクラフトです。そんなゆうさんの特徴はこちら。定期的に更新してますよっていうことと、わちゃわちゃ配信というところが特徴です。ゆうさんね、私コラボした時ってツッコミ系かなって思ったんですけど、動画拝見いたしましたら意外とボケ担当だったりするんですかね。それでね、私あえてその噴水のところは途中で止めたんですけども、ぜひ皆さん私見た時感動したので、その噴水の出来をしばしその目で見てみてください。そんなゆうさんの動画ぜひぜひチェックなのぜ。それでは次行ってみよう。13人目、笑いと声と関西弁でみんなを笑顔に、この方です。ちょっと待ちなよ、おばはん。おばはん誰がおばはんだって。喧嘩打ったこの展開めっちゃ面白いぞ。せーの、おばはん、おばはん、おばはん、さあ皆さんご一緒に、おばはん
笑いこらえんの必死なんやけど、どうしたらいいのこれ。コーラスしてんじゃねえよ。きーこの小娘どもが。お前たち一緒に歌ってんじゃねえよ。あ、ほんまや、お前ら一緒に歌ってるやんけ。はい、マジョリ様じゃねえ。おい、部下にボバーって言われてるぞ、こいつ。めっちゃおもろい。やばいやばい。笑い止まれへんねんけど。今、ご紹介させていただきましたのは、ずっかけさんです。紹介した動画は、マール王国物語です。ずっかけさんの動画の特徴は、こちら。声と滑舌に自信ありげー。笑いの沸点はめっちゃ低いよ。関西弁と標準語を使い分ける男。ということです。ずっかけさん話し方がめちゃめちゃうまいんですよ。で、何回かお話しさせてもらったんですけども、その時も私がなんかこうボケたらめっちゃ爆笑してくれ爆笑してくれるし、あと一緒にねゲームしててもめっちゃ楽しかったので、今後もまたそんなずっかけさんの動画でね、みんなぜひぜひ笑顔もらっちゃってください。そんなずっかけさんの動画、みんなチェックよろしくだぜ。じゃあ次行ってみよう。 GO! 14人目夫婦仲良くゲーム実況盛り上げてるよ、この方々です。はい、というわけで始まりますヒューマンフラットでございます。今回普通にやるだけじゃつまんないと思うので縛りをつけたいと思います。はい、その縛りはなんと手をつないでクリアしようです。わがなみかん。どうも、わがなみかんのかずきです。みかです。お願いします。今日からヒューマンフォールフラットという新しいゲームを始めていきたいと思います。なんかすっごい体柔らかそうだね。どういうゲームか分かってないからね。そう、でもなんか結構人気そうだよね。うん、めっちゃ人気だと思う。接続中。接続中、接続しました。あざすます。あざすます。なんだそれ。あざすます。あざすます。今年の流行語大賞だから絶対なんないだろうな。あざすます。おー、なった。大丈夫かこれ。流行語大賞になった。なった。なったの。え、なんか気持ち悪いんだけど。移動 Z R か L R。 Z L で掴むことができる。 Z R ってどういうこと。あ、これこれ。すごい仲良しになっちゃった。すごい仲良しになっちゃった。今ご紹介させていただきましたのはみかんさんです。紹介した動画はヒューマンホールフラッチョーです。みかさんとね、かずきさんで実況をお届けしています。そんなみかんさんのチャンネルの特徴はこちら。ゲームを知らない人でも楽しめるよ。夫婦実況の魅力が伝わるように心がけていることです。みかんさんの実況ね、マリオ、スーパーマリオ、このヒューマンホールフラット以外にマリオを見させてもらってるんですけども、そのね、2人でやってる感じがすごい楽しそうに伝わってくるんですよね。で、それを見てるとやっぱり、あー夫婦っていいなーっていう風にね、その夫婦の仲良さ感がもろに伝わってくるので、憧れますよね。いいなーって。なのでぜひ皆さんもね、夫婦実況、みかんさんの夫婦実況を見てその癒しをもらっちゃってください。それでは次行ってみよう。15人目、面白いワードでみんなを笑わせてくるんだぜ、この方です。どうも皆さん、りょうじです。今回なんですけど、お絵かきアプリマッチングみたいなアプリ見つけたんで、ちょっとやっていこうかなっていうところで、オープニングの動画がなくなっちゃったんで、この画像で差し替えで喋ってます。なんで今回は自分の画力をですね、皆さんにお披露目できたらなと思います。このピカソとも言えない、なんとも言えない。あ、じゃあ始めます。このアプリちょっと面白いんで、ちょっとやってほしいんですよね。とりあえずやっていきましょうか。はい、マッチングしました。はい、スーパーサイヤ人の体を俺が担当します。了解です。任してください。私の右手に任してください。これね、時間決まってるからね、こうでしょ、こうで、もっと欲しいな時間。ちょっと待って、スーパーサイヤ人ってどうなんだっけ。顔は出てくるけど体が出てこない。変な鎧着てるよね、なんかいかつい鎧。いかつい鎧が描けないな、これ何色だ。こうか、違うな。ちょっと待って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 、早い早い早い。まだ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 、オール納得いってない、納得いってない。ちょっと早いよー。あー、なんだよこれ、全然スーパーじゃないよ。もう次行こう。次、今ご紹介させていただきましたのはりょうじさんです。
紹介した動画はマッチングお絵描きです。そんなりょうちゃんのチャンネルの特徴はこちら。とにかく面白い。アイディアを出すのがほんまにプロやぜというところですね。いや本当にりょうちゃん面白いんですよ。で今後ねゲーム実況以外にも実写のチャンネルを作ってそっちも活動していくということなので、今後のりょうちゃんの動画がどうなっていくのかめちゃめちゃ楽しみですよね。まずはゲームチャンネルのりょうじさんをみんなよろしく。ぜひポチポチ見てみてね。それじゃあ次行ってみよう。16人目、兄弟で仲良く実況してみました。この方です。なんだ、ちょっと待って、わからないぞ、いろいろと。わあ、なんだこれ。いや、後ろからついてっても、ヨータがこっちを見てる感じがあるな。ゾンビが現れた。よし、勝負だ。おー、なやば。なんだ。ほら、チョップ。ちょっと待って、すごい勢いでハート減ってんだけど。この強いからゾンビ。ちょっと待って、強っ、無理。勝った。あ、倒した。俺もうハート半分しかないより、一個半。ここすごい動物いるな。え？なんだよこれ、わけわかんねえ。一年死んだんだけど。死にゲーなのマインクラフトって。ご紹介させていただきましたのは、ハチネコさんです。紹介した動画は、こちらもマインクラフトです。そんなハチネコさんのチャンネルの特徴はこちら。イケボで癒しを届けてくれるボイス。兄弟でね、最近お兄ちゃんが一緒に混じって、仲良くワイワイ兄弟でお届けしていますよ、といったところです。ハチネコさんのね、その渋い感じの声は、私めちゃめちゃスコスコのスコの助で、声で癒してくれるのってたまらないですよね。でこの他にもね、結構 FPS 系のゲームとかもされているので、ぜひ FPS とかで好きな方はハチネコさんのところでいろいろ見てみようぜ。そんなハチネコさんの動画、みんなよろしくね。それじゃあ次行ってみようか。最後よ。時には激しく、時にはまったり、ドキュメントゲーム実況、この方よ。やっほーい、どうも歌丸です。今回はPUBG で遊んでみようと思います。よろしくお願いします。どうも、海本カピバラでございます。今回は歌丸が一人で録画できないというクソほざけたことを言ってるので、歌丸ゲーム実況初デビューですよ、ソロの。まあ、そうですね、ほぼほぼソロの。そうですね。もうちょっとテンション上げて喋れよお前。意外とこれテンション上がってるんですよ。仕事でなんかあったかもしれないよ。ぶっちゃけ緊張してるんですよ。本当かよ、おしっこちびんなよ。うわめっちゃいるじゃん。うわめっちゃランデブしてんじゃん。今ご紹介させていただきましたのはカピバラさんです。紹介動画は PUBG です。そんなカピバラさんの特徴はこちら。笑い袋とひねくれ者が繰り広げる、仲がいいのか悪いのかわからない攻防戦。時にはまったり、時には激しく、親戚のおじさんがまったりゲームしているような感じ。攻略動画とかではなくて、下手なやつらがクリアを目指す完全ドキュメント動画となっております。いや、ドキュメント動画っていいですよね。こうゲームをただただ攻略するとかじゃなくて、そこにこう面白性、自分の特徴の面白性を組み込んでいって、そこでクリアしていくっていう、そういうその人にしかできない価値観を置いていくことってゲーム実況においてすごい大事なことですからね。私ももっと見て勉強したいなっていう風に思いました。そんなカピバラさんの動画、みんなもチェックよろしくね。さあ以上17名のご紹介でした。というわけで
以上17名の方をご紹介していきました。あと1名ね、 YouTube とは関係ないんですけども、ツイキャスの方でヘジリちゃんというね、とても可愛い声の女の子がゲーム実況とか行ってますので、皆さんツイキャスもしされていましたら、ヘジリちゃんの生放送も見てみてくださいね。おすすめです。さあ、みんなにとってお気に入りな方、見てみたいなっていう実況者様が一人でも多くいらっしゃって、みんなのね YouTube 動画の生活を少しでも潤えられたら私にとっては幸いです。今回参加してくださった皆様、本当にご参加ありがとうございました。今後も皆さんの動画を勉強して、私自身ももっともっと動画を良くして、みんなに笑顔と元気を届けていきたいなっていう風に改めて思いました。それではみんな、本当に最後まで見てくれてありがとう。次の動画でまた会おうね。それじゃあ。